皆さんこんこ今日はシンセサイザー V についてちょっとした工夫をお伝えしていこうと思います。今音楽を先頭で鳴らしましたが何か気づいたことはありますでしょうかこれは僕の方の、まあ、ミスというか狙ってというのも若干はあるんですけれどもボーカルの歌唱のブレスいわゆる息継ぎというのが全く入っていません。 もう一度、先頭のとこだけ聞いてくださいは,ここはい、このようにですね作品と考えた場合はやはりボーカロイドや歌声合成そういうのを使う時にはブレスというのはとっても重要でですね歌を活かすす。ためには重要ななテククニックなんですシンセサイダー V の場合ブレスを入れる時は「は BR という歌詞,を入れます歌詞の代わりに BR を入れるといった方がいいでしょうかシンセサイラー V ではブレスを実際に入れるということになりますとこのように上を鉛筆ツールに持ち替えてアイコンは3本線のようなアイコンを選んでおきますそうしましてここにブレスを入れます長さはある程度適当でもいいと思いますが このように音符を入れます。そしてここの部分を BR。このように打つとこれがブレスになります。ちょっと分かりやすいように音を大きめにしておきますはいラウドネスを今とても強めにしましたちょっとこの部分だけ聞いてみましょう OK は切っておきます僕はここで 僕は,ここはい分かりますでしょうか僕はこのぐらいあっても大丈夫だと思うんですけれどもこのようにして BR を入れるわけですねどこに入れるかというのを考えたりするんですけれども僕は生徒さんや DTMR の方にいつもお話しするのは同じことをすするなら時短ですもちろん僕が音楽を仕事でやっているということもあります。 別に時短をする必要がなくって時間をかけてゆっくりのんびりやられるというのも一つではありますが同じ結果を出せるんならパパパッとやりたいですよねですからここで BR を入れるのにはあままり賛成しません今回冒頭に流した音楽に BR を入れなかった理由というのは1個目は子供が歌う歌で。 あまり大きなブレスを入れておくとです、ねまあそれを意識して真似たりする小さな幼児の方がいてるっていうのもあってないのはないでもいいじゃないかという点とそして作品として考えるならとてもクオリティを高く持っていくのもいいんですけれども僕はルーティンワークとして1ヶ月に一度同じような「NHK お母さんと一緒というのを ピアノの先生とコラボしてるわけですねブレスをつけたからつけないからといって再生回数が大きく変わわったりりするわけではありません賛否両論はあると思うんですけれども僕はあまりこだわったり自分の作品的な考えはありません。子供が楽しくたくさんの人に見てもらえるようにそこに注力をしてやっています。 NHK の「お母さんと一緒の楽曲をカバーしているチャンネルというのは約20チャンネルぐらいあるんですけれどもそれはメジャーの方の再生回数よりもすごいです。1年間ぐらい経つとうん全万回というような絵面になっている動画もあります。僕自身もこれをやろううとと思っったきっかけはバミコさんという方が 教えてくれて、NHK のお母さんと一緒の月歌というのは需要があるよと言われて、もう次の日には取り組んでいました。そういういい情報があれば、特に僕のように仕事で音楽をやっている人間にとっては、すぐに実行することが重要だと思います。これは僕のように考えない人にとっては釈迦に説法でして、 ゆっくりぼちぼちやっていきたいという方もおられるでしょうけれどもやはり僕は作ったからにはたくさんの人に届けたいそして閲覧数もある程度は気にしていますですから時短をしてブレスを入れたいわけですじゃあどうすればいいかそういう時はブレスだけの WAV ファイルを作っておきます新規にシンセサイダー V をこのように広げますそうしまして 先頭の方にですね、いろんな長さのブレスを作っておきます。こういうことです。こんな長さのものとか、こんな長さ、ちょっと長いのも作っておきましょう。これで BR。はい。まあ、このようにして入れていけばいいわけです。 今はですねここに音声が選択されていませんので一応前の声でこのようにブレスをしますこのブレスはさほど影響がありませんので必ずこの歌声でやらないといけないということはありませんそうしましてこのように3つ作りましたらこれをコピーしますなでコピーをしたかと言いましたら これに空気感を入れたりするために有声無声音声を若干調整したようなものを作りたいわけです。このように空気感をプラスした形でブレスを作っておきます。ラウドネスも上げ目にしておきましょう。でも DAW に持っていって色々編集はできますのでそんなにシビアになる必要はありません。 で、こんな風になりました。まあ、入れた空気感はあまり影響がなかったようですね。もう少しちょっと変えた工夫もしてみましょう。この工夫は皆さん、自分でいろいろ考えてみてください。トーンシフトを少し変えてみたいと思います。 はい、ちょっとこれで聞いてみましょう <laughs> はいまあ一応こんな風にしておきましょうそしてこれをバブファイルで書き出しをします書き出しするのは右の方のこれですねこれでこの無名トラックもしくはマスターでの書き出しでいいでしょう空気感いわゆるブレス成分ですねこれは もうこれ自身がブレスなので付ける必要はないと考えます。それでこのまま書き出しをしたいと思います。どこのホルダーに書き出すかそれを設定してください。僕の場合はパーツというところに入れてみましょう。そしてここでサウンドというのを作っておきます。 はい。パーツのサウンドのところにこれを入れておきましょう。はい。そして、ファイルに出力ですが、名前をブレスという風にしておきます。そして、ファイル出力。これでブレスが出来上がりました。はい。このように、ブレスミックスダウンドットワブというのが出来ています。これを DAW の方でうまく使えばいいわけです。 ちょっと小さめにしておきましょうそしてまあ僕の場合は最前面で固定というツールを使ってこれを前に置いておきますそうしまして今度はこれはもういいですからスタジオワンの方に戻ってきましたさあこれからどこにこれを入れるかということですけれどもこのブレスは 別に同じトラック、ボーカルトラック一番上です。分かりやすく赤にしておきましょう。同じようにここに入れてしまうよりも、後でボリュームなどを調整したりとかいうこともできますので、僕は別トラックに入れたいと思います。はい。このように新しいトラックを作ってブレストします。はい。そしてこれをここに入れればいいわけです。 はい、一番最初の短いのを入れます別にこのようになっていてもですね一個だけ使うことは伸ばしたり縮めたりしながら使えますのでこのようにすればいいわけですそしてここに配置しますこのやり方の方がずっと早いですそうしまして今度はこれをコピーしておきますコントロール C はい、そして必要な部分でコントロール V をしていきますずれたと思ったら若干このようにすればいいです。 シンセサイダー V で入れるよりずっと柔軟性がありますし自由な場所にうまく入れれます今は音量はあまり考えていませんこれの場合何も難しいことはなくこのようにスタジオワンの場合ですが大きくしようと思ったらいくらでも大きくできますサビ前などはこのように大きくするのがいいでしょう 「ムシムシフェスティバル」「体が跳ねるよ心が跳ねるよ」はい例えばここなんかはものすごく短く息継ぎをしたいところです。はいこんな時はここに入れてそして短めにします。 スタジオワンの場合オルトキーを押しながらすると短くもできます若干短くするぐらいはそんなに問題はないでしょうちょっとここでしっかりめにブレスを作りますちょっと聞いてみてくださいはいまだ強くてもいいですね 具体的なボリュームはここで上げることができますちょっと聞いてみましょうあえて OK を切っておきますは,ここはい、ちょっと長くて前に引っかかりましたこれぐらいがいいですね若干開けておく方がいいです はいちょっと強い感じがしますのでちょっと下げましたはいちょっと全部がタイミングが早く思いますのでこういう時もシンセサイダー V でやるよりずっと便利です。

むしむしむしフェスティバル踊れ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  はいちょっと OK を足してみましょう。 もちろん DAW ですからここでピッチを変えることもできます。ちょっと低めにしたいと思いますこういうような操作がどうでしょうかシンセサイラー V を使っている方ならブレスをつけたことはあると思うんですけれども DAW でやる方がずっと便利ですし 先ほどからもやってますようにトラックずつでこのように変えることができるわけです一個単位もとっても便利に音量を変えたりできますしトラック単位としてもできるわけです全体のブレス成分いわゆるこう吐息と言ったらいいんでしょうか息の部分はこの青いトラックですここにシンセサイダー V で出力するときに別トラックで ブレス成分を出力するという指定をするとですね今の赤いトラックと青いトラックのように2つのトラックで出来上がってきますここでブレス成分の調整をすることによって歌に勢いが出たりしますちょっとブレス成分を上げてみましょう「僕はここで踊る君はどこで踊る?」 葉っぱの裏で踊る土の中で踊るはいこのように透明感が出てきますしブレス成分を下げるとですねもう少しまろやかになります「僕はここで踊る」「君はどこで踊る」「葉っぱの裏で踊る」 げます。今度はかなり上げてみますこのようにとってもハスキーな声に変わったりしますですから必ずブレス成分は DAW に持ってくるなら別トラックにするのがいいでしょう今日は シンセサイダー V やボーカロイドを使ってブレス成分を入れるときに歌声合成ソフトでやるよりも DAW でやってみませんかということでしたシンセサイダー V の方でこのようなブレスを作りましてはいここでは6個作ってあります長さなどそして若干の雰囲気などを変えた6個のブレスを作ってありましてそこで 必要に応じてですね、欲しい部分をこのように使えばいいわけです。これを各ブレスを入れたいところに配置しまして、そして全体のボリューム、そして個別のボリューム、これを変えることによって、とってもスピーディーにブレス成分を扱える。そんなお話をさせていただきました。次の回は、 ボーカル部分をシンセサイダー V で仕上げるんではなくって DAW の方でもっともっと工夫をしてよりいい歌声にしようというような動画を皆さんに発表したいと思っていますぜひチャンネル登録などをして期待してお待ちくださいそれでは今日は長い時間ご視聴ありがとうございました村長スタジオでした